さて、ヒゼキヤの統治とユダの国でのリバイバルの時期の一つにやってきました。アハズの統治の後では、この国には何の希望もないと思われることでしょう。彼らは資源を使い果たし、戦争で敗北し、アッシリアには裏切られ、どこからも助けは来そうにないと思われます。でもこのような時にこそ、ヒゼキヤが王国にやってきました。なぜなら彼は神の人だからです。第二歴代史29章1節、ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。母親と父祖の名前がここに書かれていますが、父親であるあのアハズのことが書かれていません。見たところ、彼には敬虔な母親と敬虔な祖父がいて、この若者に影響を与えたようです。2節、彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。第二列王記には、ヒゼキヤの下でのリバイバルの最も簡潔な記事が書かれています。第二列王記18章4から7節。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った青銅の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに功を焚いていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で、彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。ダビデの模範に従ったユダの21人の王たちのリスト全部を見るとき、ヒゼキヤよりも偉大なものはいませんでした。彼は神様に立ち返った傑出した人物でした。いくつか大きなリバイバルがありましたが、そのうちの最も大きなリバイバルは彼が導いたものだと思います。神様の視点から書かれているこの第二歴代史では、4章にわたってヒゼキヤのためにページが割かれています。明らかに神様はヒゼキヤのことを喜ばれたのです。同時に預言者イザヤの書いた書物の真ん中の数章に預言ではなく歴史的な部分があります。その数章はヒゼキヤに関係があります。神様の御言葉の中には彼が導いた神様への大きな悔い改めが3回も書かれています。彼は高きところを取り除き、偶像を切り倒し、モーセを作った青銅の蛇を打ち砕かなければなりませんでした。人々はこの蛇に功を焚いていたからです。彼はそれを軽蔑してネフシュタンと呼びました。それはただの聖堂の塊でした。一度は人々が神様の約束を信じ、この蛇を信仰を持って見上げた時がありました。その時にはこの聖堂の蛇は毒蛇に噛まれた人々のための肉体的な救いの根拠でした。今それは礼拝の対象になっていました。偶像になっていたのです。人々にとってつまずきの石でした。今日十字架というシンボルを礼拝する人たちがいます。彼らは自分が十字架を持っていることに何か功徳があるように感じています。十字架に何の孤独もありません。何でも偶像にすることができます。水をもたらしてくれるからといって蛇口を礼拝することもできます。光をもたらしてくれるといって窓を礼拝することもできます。またあなたをどこにでも連れて行ってくれるからといって自動車を礼拝することもできるのです。今日とても大勢の人たちがテレビスクリーンを礼拝しています。彼らは毎日テレビスクリーンの前に何時間も座っています。物体には何の孤独もないということを申し上げておきましょう。もちろん孤独は神様にあるのです。これは神様からの視点で書かれています。さて、歴代史にはヒゼキヤの行った改革の公的な部分が書かれています。3節、彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の塔を開き、これらを修理した。アハズが宮の塔を閉めて釘付けにしてしまったことを思い出してください。誰も宮を使ってはいませんでした。ヒゼキヤが統治を始めた途端に彼は宮の塔を開きました。この塔は長いこと開けられていませんでした。今ヒゼキヤは人々に全てのものを清めるように命じます。4から5節。さらに彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人たち、聞きなさい。今、あなた方は自分自身を聖別しなさい。あなた方の父祖の神、主の宮を聖別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。ヒゼキヤは言います。今、自分自身を清めなさい。聖なる生活、正直さ、誠実さに戻らなければなりません。神様に対する聖別がなくてはなりませんでした。それが必要だったのです。私は今日の私たちにもそれが必要だと思います。今日キリスト教はあまりにも均一化されています。良いものと悪いものが一緒にされているのです。6節。というのも私たちの父たちが不信の罪を犯し、私たちの神、主の目の前に悪を行い、この方を捨て去って、その顔を主の御住まいから背け、背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火の火を消し、聖女でイスラエルの神に功を焚かず、全焼の生贄を捧げることをしなかったのです。彼は責任があるべきところを非難しています。彼らは自分たちの罪のために災難を自分の身に招いたのです。8から9節。そこで主の怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らを人々のおののき、恐怖、わざきりとされました。見なさい、私たちの父たちは剣に倒れ、そのため私たちの息子たち、娘たち、妻たちは虜になっています。今彼は自分の心にあることを彼らに語ります。
10節、今私の願いはイスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば、主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。20から21節、そこでヒゼキヤ王は朝早くこの町の司たちを集め、主の宮に登っていった。彼らは王国と聖女とユダのための罪のための生贄として、7頭の牛、7頭のお羊、7頭の子羊、7頭の親木を引いてきたので、彼は祭司であるアロンの子らに命じて、主の祭壇の上で生贄を捧げた。ヒゼキヤは良い手本を示しました。彼は公に神様のために立ち上がりました。私はこれは今日必要なものの一つであると思います。神様の民は神様のために公に立ち上がる必要があります。私たちは私たちの職場や集まりの中で神様のために立ち上がる必要があるのです。祭司たちはすべてのイスラエルのために全焼の生贄と罪のための生贄を持って贖いをしました。再び音楽が宮での礼拝にもたらされました。ダビデが組織したように歌を歌うことと楽器での音楽が奏でられました。会衆全体が神様に賛美を歌い、神様を礼拝しました。36節、ヒゼキヤとすべての民は、神が民のために備えてくださったことを喜んだ。このことが即座に行われたからである。第二歴代史30章1節、さてヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムである主の宮に来て、イスラエルの神、主に杉越の生贄を捧げるように呼びかけた。ここにこの人が行ったもう一つの素晴らしいことが書かれています。彼の父親が北王国に対して戦いを仕掛け、ユダから多くの人たちが捕虜になっていたことを思い出してください。ヒゼキヤは復讐の精神と報復の精神を心に持って王座に就いたとあなたは思われるかもしれません。ところが見てください。神様の宮を解放し、神様を礼拝することを回復し、自分の公の証をした後、彼は北王国に神様を礼拝しに来るようにと招待を出したのです。なんと素晴らしい、驚くべき精神でしょう。2節。王とその司たちとエルサレムの全集団は第二の月に杉越の生贄を捧げようと決議した。第一の月の代わりに第二の月に杉越を守る許可については、民数記9章10から11節、イスラエル人に告げて言え、あなた方のまたはあなた方の子孫のうちで誰かが、もし死体によって身を怪我しているか、遠いと旅出にあるなら、その人は主に杉越の生贄を捧げなければならない。第二の月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない。種を入れないパンと苦菜と一緒にそれを食べなければならない。ヒゼキヤが北王国に送った招待は一部の人々には拒否され馬鹿にされましたが、多くの人々が応答し、私たちの兄弟たちと一緒に杉越を守るためにやってきました。15から17節。そして第二の月の14日に杉越の生贄をほふった。祭司とレビ人は恥じて身を性別し、全焼の生贄を主の宮に携えてきた。彼らは神の使徒モーセの律法に従って、おのおのその定めの場所に立った。祭司はレビ人の手から受け取った血を注いだ。集団の中には身を性別していなかったものが多かったので、レビ人が清くないすべての人々のために杉越の生贄をほふる役目につき、これを性別して主に捧げた。人々はイスラエルのあらゆるところからやってきました。その中には性別されていない人たちもいました。18から20節。民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清めの通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。これはヒゼキヤがしたことの中で最も素敵なことの一つだと思います。彼が北王国の人々に招待を送った時、大勢の人たちが違う部族から礼拝のためにエルサレムに下ってきました。でもこれらの人々は生まれてこの方、神様の御言葉なしに生きてきた人たちです。彼らは偶像礼拝の場所である北王国に住んでいました。それでも神様に仕えたい、神様に従いたいという渇きと熱望を持っていました。祭りに下ってきた時、彼らは身を清め、杉越のために心を整えていなければなりませんでしたが、彼らはそのようにはしていませんでした。彼らは自分たちが先に清められていなければならないということを知らず、ただ杉越を食べてしまいました。それがヒゼキヤに伝えられたとき、彼はその人々のために祈りました。慈しみ深い主よ、一人一人を許してください。ヒゼキヤが彼らのためにしたことは素敵なことだと思うでしょうか。彼らは無知でした。彼らの心は主を求めていましたが、彼らは自分たちが清められていなければならないことを理解していませんでした。主はヒゼキヤの祈りを聞かれ、人々を癒されました。このことは形や儀式が大切なのではないということを明らかにしています。神様は人々の心の状態に興味を持っておられるのです。これは何という素晴らしい栄光に満ちたレッスンでしょう。21節、こうしてエルサレムにいたイスラエル人は大きな喜びを持って7日間の間、種を種の入れ
種を入れないパンの祭りを行った。レビートと祭司は毎日主に向かって強い調べの楽器を奏で、主を褒めたいた。彼らはあまりにも素晴らしい時を過ごしたので、祭りをあと1週間延ばすことを決めました。23節。それから全集団はあと7日間祭りを行うことを決議し、喜びを持って7日間祭りを行った。彼らは主と主の御言葉に喜んで立ち返りました。26から27節。エルサレムには大きな喜びがあった。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの時代からこの方。こうしたことはエルサレムにはなかった。それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい、天に届いた。さて、この人、ヒゼキヤに注目してください。彼の父、あのアハズは偶像礼拝をユダの国の宗教にしたのです。今、ヒゼキヤはこの地から偶像を取り除き始めます。